全集中。佐藤の呼吸。四つ目。はい、こんにちは。佐藤新京成功生のホスカーです。ではですね、今回でまた呼吸のストレッチがですね、今回四つ目になりましたので、また一緒に一緒にやっていきましょうね。はい、では皆さん、やり方を説明していきます。ではですね、両手をまずこうやって前で、お祈りのポーズみたいな感じで組んでください。で、ちょっと横向きになりますね。で、この状態になってもらって、まずスタートはこの胸の前ですね。で、このままで前にこう、腕を伸ばしていくんですけども、この伸ばすときに、肩甲骨が前に出るようにこう、猫背になってほしいんですね。なので、この状態で前にぐーっと出すときに背中も一緒に丸めていきます。そうすると背中のあたりがちょっとこう伸びているような感じがすると思います。で、このまままた伸ばしたら戻します。ゆっくり。で、このときにこの動きにプラスして呼吸も合わせます。なので、この伸ばすときに鼻から吸います。で、するとより背中が伸びていく感じがします。で、これを戻すときに吐きながら戻していきます。で、これを10回やっていきます。はい、では一緒にやっていきましょう。では皆さん、まずこのお祈りのポーズですね、していただいて、はい、では準備できましたらやっていきますよ。はい、できます。まず1回目ですね、いきますね。はい、いきます。せーの。はい、鼻から息を吸ってしっかり伸ばしてくださいね。はい、戻しながら吸います。はい、2回目。はい、戻します。はい、3回目。はい、戻します。はい、4回目。はい、戻します。はい、5回目。はい、戻します。ちなみにこの5回目でも結構しんどい方いらっしゃいましたら5回目でやめておいてくださいね。じゃあ続けていける方は続けてやっていきます。じゃあ6回目いきますね。いきます。はい、せーの。はい、戻します。はい、7回目いきます。はい、戻します。はい、8回目いきます。はい、9回目いきます。はい、戻します。はい、ラストしっかりやっていきましょう。はい、ラスト。はい、 OK です。はい、お疲れ様でした。では皆さん、このストレッチをねどんどんしていただいてですね、この背中と肋骨の動きをどんどん良くして、呼吸の流れを良くしていきましょう。では、この動画をですね、見ていただいて、他でお困りの方いらっしゃいましたら、この動画をプレゼントしてあげてください。では、この動画を最後まで見ていただき、ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた、バイバイ。YouTube を見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。